はい、皆さんこんにちは、ブラウマリン通信です。先日ついにチャンネル登録者が2万人を超えました。ありがとうございます。いや、このね、チャンネルの2万人っていうのは本当に大変な数字だと思います。本当ありがとうございます。まあね、1万人を目指してやってきて、ついにこう2万人で、今は10万人を目指して、10万人になると、YouTube のこの本社のところにこうチャンネルが登録されるんですよね。なので、せっかくなんでこのお花のチャンネル、その YouTube の本社にフラワー TV を登録しようと思ってます。まあ、ただね、結構皆さん見てくださってる、これね、YouTube っていろんなデータが出てくるんですけど、このフラワー TV、この間の先日の東京農大のセミナーでもちょっとお話ししたんですが、チャンネル登録者じゃない、してない方が8割、チャンネル登録してくださってる方が2割っていうような、こう視聴者のパーセンテージが、データで出てます。これ普通のチャンネルだと反対です。チャンネル登録してる方が8割、チャンネル登録してない方が2割って感じなんですけど、これが逆転してるんですね。っていうのは、多分、チャンネル登録の仕方がわからない人がたくさんいるんだろうという見解になりました。なので、今日はちょっとチャンネル登録の仕方について簡単に説明したいと思います。チャンネル登録っていうのは、まず Google のアカウントを自分が持ってないとチャンネル登録ができないんです。多分ね、僕はね、ここが大きなハードルになってるんだと思います。チャンネル登録ボタンをね、押せば普通はチャンネル登録プッとできちゃうんですけど、その前に Google のアカウント登録ができてないとチャンネル登録できないんですね。なので、そのアカウント登録をまずしていただきたいです。これね、アカウント登録しても全然お金とか一切かからないんで、ただこうアカウントを登録して、で YouTube のチャンネル登録をしてもらう、これが一番理想なパターンだと思います。はい。っていうのが、まあ別にこのフラワー TV はチャンネル登録をしてなくても実際は見れます。見れますけれども、一応ね、その例えば10万人を超えたりすると、いろんなこのフラワー TV 自体のこのチャンネル自体の価値っていうのはどんどん上がっていきます。なので、いろいろとね、こうできる未来というのが広がっていきます。だから、まあ僕ね、チャンネル、まあ僕がこう運営してやってます、 N フラワーがね、 N フラワーとしてこう僕が運営してやってるんですけれども、これはね、チャンネル登録してくださってる、まあ、僕ね、このフラワー TV にチャンネル登録してくださってるこう2万人っていう方は、みんなね、こう N フラワーの、一員だと思って動画を作ってるんで、みんなでこう一丸となってこう壁をこう乗り越えるみたいな、そんな感じだと思います。まあ、10万人の壁を乗り越えると、本当にこういろんなことが多分できるようになってきます。これがね、5万人でも例えば一つ壁を越えられるんで、できるようになってくるんですけれども、とにかく皆さんね、もうデータとしてこう見てくださってる方がたくさんいらっしゃるので、ぜひチャンネル登録を皆さんにしていただいて、こう皆さん N フラワーの一丸となって、フラワー TV 一丸となってこう乗り越えていこうという思いが伝わるでしょうか。はい。またね、オフ会等を行って、実際にね、こう皆さんとお会いする機会も増やしていきたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。では今日は
皆さんへのお礼と、チャンネル登録のお願いという動画でした。またね、次回お花を作る動画でお会いしたいと思います。では次回お会いしましょう。 See you next time.